皆さんこんにちは、カエル VR です。今見ているホーム画面の背景はブリンクトラベラーについてきたものになります。メニューは左からクイック設定、お知らせ、上に行ってプロフィール、右に移って新たな出会いがある発見、ゲームやアプリを購入するストア、他のユーザーとのコミュニケーションの友達、録画した写真や動画を共有するシェア、最後に入手したアプリ、オキュラスクエスト2のメニューもだいぶシンプルでスッキリしました。皆さん VR を楽しんでいますか？今回はすぐに無料で驚きの体験ができるオキュラス TV をご紹介します。すでに持っているアプリは260、そんなアプリを購入しなくてもここのテレビを押せば感動的な映像に出会うことができます。すでにご存知の方も多いのではないでしょうか。下のチャンネルを押すと様々な映像が見られるアプリが並んでいます。 3D メガネをかけなくても 3D 映画が楽しめるビッグスクリーン、他にも有名な Netflix、 Amazon プライムビデオ、この3つは有料で映像を楽しむことになりますが、 YouTube では無料で360度 VR 動画を楽しむこともできます。ただアプリを起動しなくてもここの閲覧を見れば直接360度 VR の世界へ。いろいろあるんですよね。例えばこれがすごいんです。映画の世界を360度体験で立体的に見えますね。 3D メガネはかけていません。どうなってるんでしょう。後ろを向いたり下を見たり上を向いたり、不思議な世界観。他にも宇宙空間へ、これまたすごいんです。一見というカテゴリーは要チェックです。ロケットが飛び立ち宇宙へ、あ、無重力、上も下も横も斜めも360度、うわーすごい、無限の宇宙、うわー、あまりの凄さに口がポカンと開いてしまいます。アプリを購入しなくても無料でこんなに体験できるなんて、オキュラスクエスト2自体の画質がすごい良くなったような気がします。これもソフトアップデートのおかげでしょうか。このトラベル東京ジャパンも 3D と書いてあります。気になりますね。さらにさらに大自然の景色も、この映像もすごい綺麗なんですよね。うわー飛んでる、深い、しかも、あー、後ろも見られる。あー、これはすごいな。どうなってんだろう。初代オキュラスクエストの時から見たら、すごく綺麗に見えます。今後、オキュラスクエストの後継機も登場したら、さらにさらに美しい映像を楽しむことができそうですね。他にも有料で自然の景色を楽しむアプリもありますが、このオキュラス TV にある映像だけでも十分に楽しめるかと思います。いやー、それにしてもたくさんありますね。他にもスカイダイビングやジェットコースター、3D アートや 3D アニメ、まだまだ知らない世界がたくさんあって、想像を超えた出会いがあるかもしれません。もうすごいしか言えません。家にいながらどこでもドアの扉を開いたかのよう流れるように進んでいく景色はとても気持ちがいいです。宙に浮かんでいるような浮遊感、まっすぐ正面を向いていれば VR 酔いもしにくいかと思います。この景色もすごいです。感動というか衝撃的、あまりの迫力で本当に口がポカーンと開いてしまうんですよね。映像によっては画質が違うので、いろいろ探してみてください。これはなんと 3D 立体的に見えています。180度動画になりますが、目の前に現れるとびっくり、触れたりして、それはないか。今後 VR の世界はどうなっていくのでしょう。いかがでしたでしょうか。アプリを起動しなくてもすぐに感動的な VR 体験ができるオキュラス TV、 好みの映像を探すのは大変かもしれませんが、まずはカテゴリー必見から見ていけばすごいと思える映像に出会えるかと思います。今回の動画が良かったよ、参考になったよということでしたら、高評価、チャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。